手を上げてください。よろしくお願いいたします。ではこれからバッティーを行っていきます。まず主催者であるオリンピック会場の総理メンバーこちらです。よろしくお願いいたします。僕はオリンピック反対派という立場に現状のところ立ってまして、飲食店がね、かなり、営業に規制かけられてて、お酒も出すなって言われてね、僕の知り合い、僕も婚活パーティーとかやってる関係上、いろんなバーとの知り合いもいるんですけど、要するにもう死刑宣告みたいなもんですから、まあ、そういうところは、犠牲を強いられてるにもかかわらず、オリンピックだけ開くと、オリンピック選手かわいそうとかありますけど、そこはかわいそうだからって言ってね、他にも犠牲払ってる人いっぱいいるのに、そこだけ開くっていうのはちょっと僕は論理的に整合性がつかないというふうに思ってますんで、経済を優先するっていうんであれば飲食店の規制等もやめるべきだし、あくまでやっぱりコロナ対策を優先するっていうことだったらオリンピックも中止すべきだと思ってるんで、そこの整合性どっちかに伝えてほしいなということで、今回は反対派ということで今日は来させていただいたということです。で、一応ね、私もね、少しでもちょっと発言参加させていただいて、こういったメディア等でも発信させていただいて、少しでも世論の形成に影響を与える、微力ながらお力になれればなと思ってますんで、そんな感じで、今日は来たと。一緒に更新するんですか？更新は一緒にするんですか？更新は一緒にするんですか？何が一緒にデモ更新するんですか？そうですね、一緒に歩こうかなと思ってます。元気です。わかりました。例えばコロナの感染者の数を高波と予知したり、それから丸川大臣は絆という言葉をまた持ち出してみたり、安心安全の大会をやるというふうに今日は官房長官が言っていました。戦争も平和というこういう政府ですから、どんな言葉が出てもびっくりはしないけれども、でもいい加減にしてほしいというふうに思います。私は連休中沖縄で行われた統治リレーに反対する。それでは